はい、皆さんこんにちは。ラクタップエンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関すること、毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しておりますということで、もうお分かりですね。いきましょう。本日のテーマはこちら。はい、皆さん元気にタップダンス楽しんでますでしょうか。本日も皆さん方にお会いできたこと感謝して、全力で配信していきたいと思います。皆さん方の貴重な10分ちょっといただきますけども、どうかそのお時間、少しでも皆さん方のお役に立てて、タップの楽しさ共有できたら嬉しいかなと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは本日の動画の流れを説明させていただきます。まず最初に今日やるステップ、その次にそのステップの解説、こういうステップ使ってますよっていうところを解説させていただいて、そしてそれから少し一緒に練習して、最後に曲に合わせて踊っていきたいと思います。ということで早速今日のステップいってみましょう。どうぞ。それでは今日のステップいってみたいと思います。はい、せーの。となります。そして今日は12月24日がクリスマスイブです。イエーイ。はい、ということでですね、今日のテーマというよりかは、今日はね、もう純粋にタップ楽しんでいただきたいかなと思って、今回動画上げさせていただきました。今日ね、12月24日はクリスマスイブということで、サンタが街にやってくる、一度はね皆さん方聞いたことがある曲なんじゃないかなと思いますけども、その曲に合わせてのステップを今回ご紹介させていただきました。そして最後はですね、その曲に合わせて踊ってますので、ぜひね皆さん方も一緒にクリスマスイブ楽しみながら踊っていただけたらなと思います。まあステップの注意点はいろいろお話しするかもしれませんけども、もうぜひそんなこともすべてね忘れてですね、曲に合わせて踊る楽しさ、それをね皆さん方と一緒に楽しめたらなと思います。なのでね、まあ一応ステップの解説してますけども、まあそれにこだわることなくですね、皆さん方好きにアレンジしていただいて、サンタが街にやってくる、この曲に合わせてタップダンス楽しんでもらえたら嬉しいかなと思います。ということでステップの解説いってみましょう。どうぞ楽しんでください。それではステップの解説いきたいと思います。とは言ってもですね、今日はクリスマスイーブということで、いつもみたいにねレッスンというよりかは楽しみながらやってもらえたら嬉しいかなと思います。今までやったステップの本当に組み合わせになってますので、僕の動画見ていただけてる方はですね、いろんなことを思い出しながらやっていただけたら嬉しいかなと思います。はい、それではね早速いきましょう。はい、私今日左足から始めさせていただきます。まず最初ブロードウェイステップ、じゃんとこちらのステップになりますね。はい、ずいぶん前にですね上げた動画があると思うんですけども、ここにねこのステップの詳しい解説書かれてますので、もしよければねここ一度見ていただけたら嬉しいかなと思います。そしたらねすぐ分かると思います。なのでこのステップ自体のね詳しい解説は省略させていただきます。こちらの方概要欄の方にリンク貼っておきますので、もしよければ一度見てこちらに帰ってきていただけると嬉しいかなと思います。ということでね、それでは早速いきましょう。最初ブロードウェイステップ、クラップ、ヒールヒール、バックラッシュヒール、トーヒー。反対も、クラップ、ヒールヒール、バックラッシュヒール、トーヒー。と来ました。そしたら次は、タラッタタ、クラップ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 、と、ホップスタップ。となります。一度ここでちょっと区切りますね。リズムはですね、もう全部スイングです。タタッタタ。タタッタティッティタッタタッタタッタティッティタッタタッタタッタタ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 となります。そしたらこっからはタイムステップになります。こちらの方もですね、ジャンと、はい、こちらの方動画出してますので、もしねこちら一度見ていただけるとすごくわかりやすくなるんじゃないかなと思いますので、もしよかったらこちらを見ていただけたら嬉しいかなと思います。こちらの方もですね概要欄の方にリンク貼っておきます。はい、ということで早速行きましょうね。はい、右足からストンホップシャフルステップ、クラップステップ、ストンホップシャフルステップ、クラップステップ、ストンホップシャフルステップ、クラップステップ、ストンホップシャフルステップとなります。タタタタタタタドン、タタタタタタタドン、
タタ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 タとなります。そしたら最後フラップボールチェンジ、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 もうこれはねですね、フラップやってボールチェンジ、フラップやってボール、これ4回です。はい、そしたら最後は普通にシャッフルです。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト。最後はトーでおしまいになります。はい、覚えることはこれだけです。これが何回か出てきます。繰り返されるっていうだけのことですね。じゃあ、頭から一回どうなるかやってみましょう。ファイ、シックス、セブン、の、タタ、タハ、タハ、ウッタラ、ティタ、タティ、タタ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 、となっていきます。はい、おそらくね本当に基本的なステップを組み合わせてるだけなので大丈夫かなと思います。ちょっとね覚えやすいんじゃないかなと思います。ただねこうスタイルステップが今までは8から始めましたけども2になってますので、そこのところをちょっと注意してみてください。では一回足鳴らしていってみましょう。はい、6のの。街にやってくるっていう曲でね、実際にその曲に合わせてこの振りやってみたいと思います。いつもはねいろいろここ注意してください、ここをやったらいいですよとか言いますけども、今日はもうそんなこと関係なしに曲に乗って楽しんでいただければ嬉しいかなと思います。それでは早く練習してみましょう。はい、6、せーの、
スティック、せーの。皆さん方に素敵なクリスマスが来ますように、楽しみながらやってみてください。それでは曲でいきます。曲はですね、ちょっといい感じで1番終わらせたいので、途中ね、今日やってないステップが出てきますけども、そこはなんとなくですね、見よう見まね、もしくは皆さん方の好きなステップを取り入れていただいて、今日やったステップが3回曲の中で出てきますので、その部分だけでもですね、楽しんでもらえたら嬉しいかなと思います。それでは皆さん方に素敵なクリスマスを。いかがだったでしょうか。まあ、今回ね、一応こういうステップ使ってこの曲に合わせていきましょうという感じで動画を上げさせていただきましたけども、ぜひね、皆さん方なりにですね、今日のクリスマスイブタップで楽しんでもらえたら嬉しいかなと思います。そして皆さん方に素敵なクリスマスが訪れますように。ということで、本日も長い間ご視聴ありがとうございました。もしよければ楽タップエンタメに参加ということで、チャンネル登録、評価ボタンの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie. バイバイ。メリークリスマス。